みなさん、こんにちは。しょりみちゃんねるしほです。はい、ということで今回はアウトレットで買ってきたものを紹介していきたいと思います。ということで、久々にアウトレットに行ってきまして、まあ洋服をたくさん買ってきたわけなんですけど、今回はね、ほんと1階から3階まで見まくって選び抜いてきた子たちです。はい、で食べたね。あと食べましたね。食べて見て楽しかったです。ということで今回はね、この購入品紹介をしていきたいと思います。ということでね、まずアズのアズで買ってきたものを紹介していきます。まあこれ、ここはリミちゃんだけなんですけど、いきますね。こちらです。じゃん。リミにとってはね、緑は珍しいのかな、わからない。まあでも緑はそこまで珍しくないかな。このね、プリン、クマのプリントがしてある。うん。T シャツです。でね、リミだね。リミですね。クマだね。学校には着ていかないそうです。そうなの。うん、その正面にバーンってクマの刺繍がされてあります。可愛いねこれ。まあ薄めの。なんか盆踊り踊ってるみたいじゃない？うん、可愛いね。でもね。盆踊り。リミっぽい。だよね。うん、本当だから可愛いんじゃないでしょうか。なんか今なんかいろんなね、動物の T シャツっていうのが流行ってるってね、言ってましたね。ライオンとかウサギとか、そう、ペンギンとか。はい。で、人気って。その中でリミちゃんはクマを選んだそうです。っていうかもうリミちゃんはこのクマがいいって言ってお店に入ってたので。クマ可愛いって言ってた。そう、もうこれ即決で買いました。はい、はい、次にね、ナイスクラップで買ったものを紹介していきたいと思います。はい、これもね、久々にお揃いを買いました。そうだね、最近全然お揃い買ってないんですけどね。袋に入ってるんで早速開けたいと思います。はい、もう久しく買ってなかったから。ということで、はい、こちらの2着を買ってきました。はい、このね、この胸ら辺にね、うん、ここに書いた刺繍が可愛くて、リミ見てこれ可愛くないって、なんかお化けみたい。そうなんです、お化けがなんか本読んでるみたいな感じの刺繍で、ね、本当に可愛いと思って。で、これのね、なんか紫っぽい色と黒っぽい色買いましたね。これ、こっちが私で、こっちがリミです。これお揃いで着ようと思います。可愛いよね。本当に可愛い。でね、これ裏に。裏も絵あるの？そうそう、絵っていうか文字なんだけど、こんな感じのね、刺繍がされてあります。これ半袖なんでね、夏大活躍しそうですね。そうだね。あー、楽しみ。夏も楽しみで。半袖も楽しみだよね、でも。じゃあ結局みんな楽しみじゃん。洋服なら何でも楽しみってことね。そうだね。可愛いのが着れればもう、うん、女の子は嬉しいよ、ほんと。はい、ということでこちらお揃い買いました。はい、これもね、多分近々動画出てくると思うので、うん、次にね、最後ですね、最後のお店です。アディダスで買ったものを紹介します。はい、アディダスでまともに買ったの初めてかな。あんまりいつもミニは行くけど、そんなに買ったことなかったね。そうなんですよ。アウトレットさ、食べ物美味しかったね。美味しかった。本当美味しかった。写真撮った？写真、あ、撮った、あの動画で撮りました。パンケーキ、しおちゃんが食べたパンケーキとリミが食べたアイス。私もリミの写真で写真撮ったわ。ね、あのパンケーキ美味しかったし、お寿司がね、あの店に入って曲がるとね、うん、お魚が泳いでんの、可愛かった。これを食べるんだなと思って、ちょっと悲しくなるんだけど、まあアウトレットでお買い物してる様子のね、動画も1日撮ってあるので、はい、まあ、お店の中詳しくは撮れてないんですけど、まあ、ね、まあ、こんな感じで買い物したよみたいなね、動画をまたね、はい、出したいと思います。はい、本当にパンケーキ美味しかった。もうしーちゃんはね、食べることというか甘いものが大好きで、やっぱり
ね、どうしてもそっちに行くよね。そっちに行っちゃうんだよね。はい、まあいいや。今日もね、いちご大福とケーキを食べました。大丈夫？でも太ってないんだよね。ちゃんとね、甘いもの食べる分はご飯でちゃんとコントロールしてるみたいで、体重は全然増えてないです。むしろちょっと1キロ減ったぐらい。減りました。ね、こんなに甘いもの食べてて減るっていう皆さんすごいですよね。昨日パンプカパンケーキ食べて、今日ケーキとなっていちご大福。ねえ。あと昨日チョコのあの、あれも飲まなかった？飲んだ。シェイクみたいなやつ。飲みましたね。本当やばいです。でも夜ね、あんま食べてないのね。夜ご飯をほぼ控えめにしてるっていうか。はい、夕方早めにやっぱ休日は食べるので我が家は、はい、そう9時10時ぐらいに朝ごはん、はい、昼ごはん兼用みたいな食べて、そうブランチ的な感じで食べて、そうね、3時4時にお腹が空くんだよね。そこで食べちゃうんですよ。 そこでがっつりもう夜ごはんねって言ってがっつり食べて、もうそのまま何も食べずに寝るっていう。そうするとあのね、全然太りません。太りません。やっぱいいです。これは3時4時にがっつり食べれば太りません。これ太りません。夜食べてない。3時4時にもうこってりしたラーメン食べても太りません、うん、はい、でもしーちゃんはそれできるんだけど、パパとかはやっぱ夜お腹空くんだよね。寝る前とかなんかお菓子とか、ママも多分昨日つまんじゃったけど、うわ、そうなんですよ。それだと太りは、ちょっと小腹がってなる時があるんですね。まあ、いいや。私はなんないよ、そういうの。ね、なんないよね。じゃあ、もう購入品紹介に移りますね。はい。まずね、帽子を2個買いました。はい。じゃーん。こっちがリミちゃんで、こっちが私です。私はもう。でもまあ、いずれね、どっちもどっちで使っちゃうと思うんですけどね。多分私、白も使えますよ。はい、こんな感じ。可愛くない？超可愛いと思って。ね、ピンク可愛い。で、こっちが白です。白もいいよね。白なんでも合うもんね。白なんでも合うもんね、うん、ピンクはピンクでちょっと服装考えなきゃって感じだけど、うん、白はもう何にでも合うと思うので。黒も考えたんだけど、黒でね、このマークがついてるのがたまたまなくて、 そこの売り場に靴とかだったんですよ、黒は。そう、へ、なんか靴のマークがボンってついてるみたいな。はい、だからちょっとね、やめたんだよね。はい、このマークにします。はい、で、次にねこちらのスカートですね。これなんかジャージみたいな素材のシャカシャカした、ここがシャカシャカした ね素材のスカートです。で、ここにね、横にラインが入ってて、うんうんうん、で、後ろにね、このアディダスのマークがあるっていう、うんうんうん、超かわいいスカートです。で、これほんとシャカシャカ素材なので、夏にもってこいのスカートですよね。ほんとかわいくて、可愛くて可愛くて、なんかウエストがちょっとなんか、そう、ここもね、特徴がなんかね、フリフリになってる。なんかフリフリになってんだよね、ウエストが、うん、なんかインしても可愛いし、うん、インしなくても可愛いっていう、いいね、うん、そうだね。で、これをお揃いで買いました。はい、あと XS があったんでね、リミの分もね、買いました。はい、XS と S を買いました。はい、試着室なかったんです。そうなの、ウエストが正直、うんうん、リミちゃんが入るのか入らないのか。まあでも多分大丈夫でしょう、小4ですからね、まだね。 XS 入んなかったらやばいよね、うん、大人用の XS なんでね、一応ね。そうなんですよ、やばいですよね。まあまあ大丈夫でしょう。丈はそんなに長くなかったんで多分大丈夫だと思うんですけどね。で、次にね、最後です。じゃん、 T シャツを買いました。はい、でですね、これはなんと柄なんですよ。可愛くない、この柄。珍しいよね、しほちゃんが柄を選ぶって。そう、私、ちょっとでも柄が入ってると嫌なのね。シンプルが好きなんですよ。今日もここしかね、入ってロゴが入ってなくて、うん、本当にもう、まあ、本当シンプルなんですけど、柄を選びました。あ、夏なんでね、うん、ちょっとね、冒険かな、遊びましょうかみたいな。なんかね、柄がないのはね、このロゴマークがね、大きいんだよね。そうなんですね、お腹のあたりまで来てて、はい、多分スカートに入れるとマークが消えちゃいそうな感じで、うん、勢いだったんで、これならちょうどいいかもしれないよね、このぐらい。たまにはこういうのもあって可愛いかなと思って、うん、
買いました。でね、私が白を買って、はい、リミちゃんがねこちらの黒を買いました。はい、これもね同じ柄です。うん、やっぱりみちゃんは白ってイメージがなくて黒にしました。そうだね。ということで、でこれでまあ上から下までアディダスコーデになるとできますね、アディダスコーデ。はい、はい、ということで着替えました。超スポーティーな感じだけど、はい、こういう感じもね夏はいいかなと思って。はい、可愛くない？これインするかしないか迷ったんだけど、ピンクの帽子かぶってる、かぶると、うん、このピンクが欲し、ピンク要素が欲しいわけなんですよ。うん、思って出しました。まあ中に入れたら白い帽子でも可愛いかもね。だよね、中に入れたらこっちの帽子でも可愛いと、うん、思います。ということで、はい、以上です。はい、ということで今回はねアウトレットの購入品紹介をしました。めっちゃ可愛いで買ったです。本当に幸せの時間でした本当に。ということで、それではバイバーイ。皆さんもぜひ行ってみてください。超楽しかったです。美味しかったです